まあ、デモ機、あの撮影機を渡して撮っていただいているところです。で、日常をできる限り撮ってもらうような形で、そこら辺の彼ら、彼女たちの、この日常をですね、こういうふうな視点で撮るよっていうような、いい絵が撮れると思ってます。実はまだ見てません。これから上がってきますので、我々も楽しみにしているんですけど、きっといい写真展ができるんじゃないかなと思っております。で、開催としては12月の8日発売のタイミングと同時期に銀座梅田を皮切りに、仙台、名古屋、札幌、福岡、まあ、その、化粧品のようなカメラとかですね、そういうものも弊社では扱っているんですけれども、このカメラに関してはあくまで光学機らしい落ち着いた処理ですね。ハンツヤの黒であったり、あまりギラギラしない処理であったり、そういったことを綺麗で、本当は入れてないですね。